ジョージ・ベルコと、ホルフェ・ヘアント・ニオ・ベルマセイは、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス出身の、元プロ野球選手。ウトを右打ち。弟のフワン・ベルも、ボルチモア・オリオールズ等で、内野手として7シーズンプレーした。フィラデルフィア・フィリーズのスカウト、エピゲレーロに見出され、フィリーズに入団。トロント・ブルージーズに移籍後、1981年4月9日に、メジャーデビュー。 その年は60試合の出場で打率233に終わり、1982年は1年をマイナーで過ごし、最小格した1983年も39試合の出場にとどまった。初のフルシーズンとなった1984年には159試合に出場し、打率292、本類打26、打点87と活躍。 ロイド・モス・ビー・ジェシー・バーフィールドとのガイアトリオは当時メジャー最強外野人とも言われた。1985年には28本塁が95打点で初のシルバースラッガー賞を受賞し、以後3年連続で受賞。この年チームは地区優勝を果たし、ア・リーグチャンピオンシップシリーズでもカンザスシティロイヤルズ相手に3勝1敗お手をかけたが、 そこから3連敗を喫し、史上初のカナダでのワールドシリーズはならなかった。1986年には、初の3割、そして31本塁打、108打点を記録。1987年は、ベストシーズンで打率、308、本塁打47、打点134を記録。新人で49本塁打を記録した、マーク・マグワイアに2本及ばず、 本類打王は逃したが、打点王を獲得し、アメリカンリーグ MVP に選ばれた。ただし、チームはシーズン最後の7試合を全敗し、ほぼ手中に収めていた、地区優勝を逃した。この頃から、膝の故障に悩まされ、もともと守備力も低かったことから1988年は、指名打者としての起用も検討されたが拒否。しかし、当時の監督ジミー・ウィリアムズから、 従わなければ、罰金千ドルと無期限出場停止と言われ、4月4日の開幕戦では DH で起用されるが、この試合で、ブレッドセーバー平原から、メジャー史上初の開幕戦3本塁打を記録。以後はレフトでも起用された。この年は97打点こそ記録したが、本塁打は前年の約半分の24本に終わる。 翌1989年は5月28日に、ブルージェイズの当時の本拠地、エキシビションスタジアム最後の試合でサヨナラホームランを、6月5日には、新球場スカイドームのコケラ落としとなった試合で、ホームランを放った。この年は104打点を記録したが18本類だと、長打力は減少。チームは、ウィリアムス海人の後、シトガストン監督のもと、 二度目の地区優勝を果たしたが、チャンピオンシップシリーズで、オークランドアスレチックスに敗れ、念願のワールドシリーズ進出はならず。翌1990年を最後にフリーエージェントで、シカゴカブスに移籍。カブスでは1シーズンプレーしただけで、サミー・ソー・サラに選手との交換トレードで、同じシカゴのホワイトソックスに移籍。ホワイトソックスでは DH での起用が増え、2シーズンプレーした後、 現役を引退した。ブルージェイズはベルらが去った後、1992年に初のリーグ優勝、ワールドシリーズ制覇を成し遂げたが、ベルの方はワールドシリーズ出場はならなかった。ブルージェイズのファンは、ベルがホームランを打てば歓声を上げたが、エラーやボンミスをするとブーイングを浴びせていた。背番号11番は、ブルージェイズのエクセレントナンバーとして検証されている。 2013年にカナダ野球殿堂入りを果たした。ありがとうございます。